んてバカで最低で話にならない独裁者なのかしら。こんなことならあんたの言うことなんて信じるんじゃなかったわ、この大嘘つき。手紙なんて来なかった、訪問者なんていない、知らせなんぞ来てない、ないんじゃなかったの。おい、パウリナ、ここを開けろ。何してるんだ。近づかないで。私の運命、選択、未来を勝手に決めるなんて、あんた一体何様のつもり。その嘘しか出ない口で話しかけないで。今夜限りでこの腐り切った町ともおさらばよ。あいつらの偉大なる使命とやらがそんなに好きか。騙されてるってまだ気がつかないのか、パウリナ。あいつらの平和が我らと共にありますようになんて馬鹿げた理想に身を投げるやつなんて2種類だけだ。一つは本の文字だけで世界を全て知り尽くしたと思ってるお前みたいな愚か者、もう一つはその馬鹿げた理想を頼りに分け前を期待するクソったれだ。奴らにとってお前たちみたいな愚か者は自分の勢力を広げる道具でしかない。悪い、言い過ぎた。奴らにとって水や血の一滴二滴取るに足らない存在だ。道具だって簡単に捨てることができるだろう。正義感じみた言葉を口にできるのは生活そのものを理解してないせいだ。本で大いなる理想のために犠牲となった聖パブロフ財団の職員なんていう文字を目にしたとき、見えるのは文面的なものだけだ。その職員が死ぬ間際に何を考えていたか、どう震えていたか、わかるのか。後悔してないとどうして言い切れる。それは本に書かれてたか。分かったのは本に書かれた文字だけで真相じゃないだろう。俺は確かに本を読まないし文章を組み立てることすらできない。だが俺が経験から理解したことこそがこの世界の本質だ。いい加減にして、あんたのお説教なんか聞きたくない。こんなところで終わるくらいなら外で死んだ方がマシよ。これじゃまるで私が悪人みたいじゃない。少なくともこれでおとなしく協力してくれるんなら情報漏洩を阻止することができるわ。ただ、隊員たちまだ目が覚めないのかしら。テントで聞いたマヌス・ベンデッタの情報はすごく興味深かったし、早く戻って報告しないと。アルカナの死が確認されて以来、彼らはまるでモグラのように隠れて、大量の物資を諦めてまでこの新時代に身を潜めてる。財団ですら未だに行方がつかめてないわ。さっき入手した情報はベンデッタの残党を捕まえる重要な手がかりになるはずよ。報告すれば上から一目置かれる存在になるはず。もしかしたらソネットを私のチームに派遣するよう申請できるかも。ちょっと危ないじゃない。ただで
でさえこっちの肩は損傷が激しいっていうのに。お示しが、指南者のお示しが間もなく下る。マヌス・ベンデッタ。いや違うわね、姿は変わってないし。お示しだ、お示しだ。一体どういうことなの？まあいいわ、ひとまずさっきの男を見つけないと。ちょっとどいて、汗でベトベトじゃない。お、もっと大声で叫べバカどもめ。もっともっと手を高く上げてそのポケットを見せるんだ。小道ね、誰も気づいてないうちに。我々の世界は荒れ狂う大海原を長らく漂流してきた。無数の哀れな人が現象と理想の地獄に沈み、裁きと救いの時を拒み、創造しゲームセンターと邪悪なリズムに自らの魂を売った。彼らは腹を抱えて笑いこけ、涙を流し、心にもないことを口にし、魂を己とは無関係なシナリオと芝居に捧げ、帰り道を忘れ、運命の行き先への関心をも失った。だが受難者は、見捨てなかった。あのお方は我々子羊の魂を見つけ、迷子の子供たちを救うと誓ってくださった。あのお方は荒波に身を投じ、灼熱の痛みに耐え、死をも甘んじて受け入れたのだ。今やあのお方の巫女たちがこうして集まっている。救いの真実は自らの手にあることを我々は知っている。警察や政府、民族や国などは歴史より生まれた卑劣な虚言に過ぎない。受難者が再び君臨してこそ全てが救われるのだ。皆の力により受難者に捧げる誕生祭は間もなく訪れる。我らに歓喜あれ、我らに賛美あれ。我らに歓喜あれ、我らに賛美あれ。受難者への賛美歌はここまでにしよう。
続いて新しい巫女を紹介する。レジャース、受難者はその八方破れの体に口づけをし、君を巫女として受け入れた。その血をもって君の忠誠と犠牲を誓うか。誓いましょう。なんと喜ばしい。君にエリュシオンへ赴く資格を与えよう。我が忠実な巫女よ。諸君、時は満ちた。ベルリンガーに続きなさい。エリュシオンの扉は間もなく開かれる。様、しばしお待ちを。諸君、周りを見渡しなさい。どうやら裏切り者や不届き者が紛れ込んでいるようだ。やば。ここにいるんだお前。ここが誰の縄張りか知らないのか。ああもうお前のせいで全部めちゃくちゃだ。はあ、このマチルダ様がどこにいようとあなたには関係ないでしょ。そもそも盗みをしてたのが悪いんじゃない。被害者はこっちよ。え、どうしてバイクが。お前な、こんな大騒ぎになるなんて聞いてねえぞ。スピード上げるからちゃんと座ってろ。お先にひっつき虫。ちょっと嘘でしょ。私を見捨てるつもりじゃないでしょうね。ああ、どこから来たレディだい。
お会いしたことあったかな。あなた、どうしてここに。テントでおとなしく待っててって言ったでしょ。おいおい、そんなこと言っていいのか。俺がいなかったら、あんたは今頃オーブンで焼かれ、仕上げのソースまでかけられてたとこだぜ。このマチルダ様は最前線学校の体力テストで全て A を取ってるのよ。あなたの手助けなんて必要ないわ。自分の力で巻いてみせるんだから。んじゃ、仰せのままに。グラバックスを放て。グラワックス、ありえないわ。奴らはそんなに鼻が利く魔性じゃないはず。まさか訓練された変異種。おい、手伝ってやろうか、レディ。近づかないで。匂いがついたら大変よ。自分の身を第一に守りなさい。私は聖パブロフ財団屈指の特別調査員。あなたたちのような愚か者を守る責任があるわ。ギラギラ照ろ。うわっ！しっかり捕まれよ。俺もできれば面倒事を避けたいが、その足もうすぐ火花が出そうだぜ。いいか、よく聞け。他人を守りたいのなら、まずは他人の手助けを受け入れろ。勇気ってのはな、己の力の限界を認め、他人の力を借りることを恥じなくなるところから始まるんだ。全然聞こえないわ。だからもっと他人に頼れって言ったんだ。なんで？くそ。足を上げろ。この先にドブがあるぞ。